MLB、ブルワーズ5、4ドジャース、日本時間15日、ミルウォーキー。大谷翔平、山本由伸両投手が所属するドジャースは14日、日本時間15日、敵地、ブルワーズ戦で競り負け、連勝は5で止まった。リーグ最高の勝率、587となっているが、地区2位で並ぶダイヤモンドバックス、パドレスとは2.5ゲーム差となった。写真 結果が残せず、涙を流す大谷翔平。地区優勝争いが熾烈を極めている。ダイヤモンドバックスはロッキーズに対象。6連勝を飾った。パドレスもパイレースに解消して3連勝。2.5ゲーム差の大混戦となった。米 USA o d デイ氏のボブ・ナイチンゲール記者も注目した。ドジャースにとって日に日に大きくなっている。 ダイヤモンドバックスは直近21試合で18勝。パドレスも21試合で18勝だ。MLB 最高の地区優勝争いだ、などと綴った。前半戦までに両チームとも7ゲーム差を話していたが、ここに来て急接近。目が離せない展開となっている。